皆さんは食ワンダーうまく使えてますか？今回はマサバエリアで有効な食ワンダーのルートを3つ紹介します。ぜひ腕前アップに役立ててください。それではどうぞ。皆さんこんにちは、ミケのエンタです。今回紹介する食ワンダーはマサバエリアを守るときに使う2ルートとエリアを攻めるときに使う1ルートです。散歩で説明した後に実戦でどのように使うかを紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。まずは守るときに使う2ルートを説明します。1つ目のルートはエリアの右側から攻めるルートです。敵の車線をね、避けながら詰めることができるので、ぜひ使ってみてください。射程が短い武器の場合はもう一回使って距離を詰めることをおすすめします。それでは実戦モードいきましょう。まずはエリアを取って、その後にね、できる限り車線に入んないように公園に近づく。そしてキル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 、オッケー、しっかりとキルを取って相手の進軍を遅らせることに成功しました。続いて紹介するのがエリアの左側から攻めるルートになってます。ここは顔を出すとね、結構囲まれやすいので、しっかり壁で確認しながら攻撃をする。これで1キルしっかりと取っていきましょう。長射程が網にいる場合はこの奥から攻めることをおすすめします。ただね、長射程以外は攻撃できなくなるので、状況を見ながら選択してみてください。それでは実戦モードに入ります。エリアを取ってから左側で様子見、そして倒せそうなタイミングで切って切って切ると、いいね、2キル。ここの2キルはしっかりと押し込むために役立つキルになるのではないでしょうか。それでは最後、攻める時に使う食ワンダー紹介していきたいと思います。こちらはすごいです。最後に紹介するのは攻めの食ワンダーです。エリアを攻める時に使うルートなのですが、なんとこの食ワンダー床を突き抜けながら攻めることができます。このように落下しながら壁にぶつけると床をすり抜けることができます。そしてこちら相手視点も見てみましょう。相手視点だと一瞬見えて落ちたと見せかけて後ろに回っているということでね、意表をつけること間違いなしなので、ぜひ使ってみてください。それでは実践編見せていきたいと思います。さあ、実戦では攻めてる味方に合わせてしっかりと突撃していきましょう。近くの敵はため切り、ため切りを当てて倒してエリアを取り返すと、こういった立ち回りがね、非常に勝利につながり、腕前アップにつながるのではないかと思います。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。役に立った、面白かったと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また好評であればこういった動画上げていこうと思うので応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。